味方がセンターで戦ってくれてるだろ。だから敵がセンターに気を取られて、ほら裏ガラ空きですよ。ほらビターン、足元ビターンだよこれ。よしからの、いますね、いますね。カットしていく、リロード挟んでいく。これぞファスト前のリロード。からの、いっ、どうも皆さんこんにちは、アテシンです。ということで今回こちらレイザーバックを使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。でね、スペシャリストはファイヤーマンを入れてきました。ファイヤーマンを焼き殺すためにね、敵様をということで今アンロックしましたね使い方を知らないっていうね。さあ初見でやっていきますよ。スーッと行くぞ。これまたな、これスーッと行くぞ。これまたな、センター確保していくぞ。ほい敵よ、来ない。いや、さすがにね、チームスマッチなんでね、皆さんやっぱデスを恐れて来ないプレイヤーが多いのかな、わかんないけど、最近ドミネーションばっかやってるかわかんないけど、いますね。引き型、引いてるかな、敵さん多分。引いてることなら俺が詰めていこうではないか。行くぞ、来い来い来い、倒していく、頭いくらしい。いいですね。スーっていくとこれ。来るだろ、こっから湧いてくるだろ。左か、いますね。倒していきたい。うわー、逃げられたか、もったいないな、今な。こっちが来るかな、いないせんか、いませんか。奥で放置してるプレイヤーがいると、あれ放置か、あれ放置か。容赦なくやっていくぜ、チームスマッチだ、これは。殺し合いだ、行くぞ。来るか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 、いれれれれれ、ああ、一回引こうか、一回引こうか。味方に任せようかな。オーバードライブの味方、すごい勢いで走っていく。倒しきれない。ちょっと待って、敵が俺から離れていく。何これ、ちょっと待って待って待って、みんな逃げられる仕留めきれない、この感じ嫌な感じですね。ここら辺いるか、味方が角にいる。さあ、いや、ちょちょちょ、第6回撃ってる。ちょ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 、タイミングが合いませんな、なかなか。さあ、こっからこっから、まだ序盤なんでね、こっから全然ゴリゴリ上げれる味方やってますね。いけるのか、いるのか。ちょ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 、バーンじゃないから、バーンじゃないから、ほんと頼むぜ、ほんとに。ちょっと悪いぞ、序盤。コンカッション投げていく。ヒットなし。スライディングして抜けていく。ナイスカット。味方、いいっすね。センターにいますね、敵が。いますよ、センターに。一周していく。逃げるかもしれない。いいっすね。ポイント。ポイントスタック200ポイント。いいっすよ。下から行くぞ。下から、ふわっと上がっていく。敵がびっくり。しかし敵がいない。また逃げていく。俺から逃げていく。なんか離れていく、敵がこれ。倒していく。いいっすね。そしてこっちいるけど、パンチング、ちょっとタイムが悪いな。ちょっと待てよ、身長立ち回るか。6キル3です。昼過ぎには2を保っているが、身長立ち回りましょう。ちょっとドミネーション的な感じでちょっとガツガツできすぎてるような気がするな。ちょっとまずいですね。最近チームスマッチ全然やってなかったんで、なまってるような感じがするけど、倒していく。からの会話紙につなげていく。左取られてる。さあ、会話紙につなげて円を描くように、円を描くように会話紙をして、またここに戻ってくる。ただいまと言うけど、敵はいない、いる。倒していく。部屋の中大丈夫か、部屋の中いる。危ない危ない、ナイスカット見た、ありがとう、いるー。ちょっと待って、連戦きついわ。ファストマグル連戦はきついわ。拡張マガジンならまだしもね。さあ、ここでファイヤーを出していくが、敵はいない、いない、いるいるいる、スーッといくぞ、これ。いるかな、いるこれはひどいな。ちょっと待ってよ。よし、真剣にいくぞ。今から真剣にやるから、みんな見といてくれ。今までちょっと遊んでた部分があるから、今から真剣にやるから見といてくれ。味方がセンターで戦ってくれてるだろ。だから、敵がセンターに気を取られて、ほら、裏ガラ空きですよ。ほら、ビターン、足元ビターンだよ、これ。よし、からの、いますね、いますね。カットしていく、リロード挟んでいく。これぞファスト前のリロード。ただの、いっぱいいる。倒していく、4連フィード。きた、これ、いいですね。ああいう感じのサブマシンガンで4連フィードとかのクリップ、一応、まあ、保管はしてるんですけど、ああいうサブマシンガンとか AR とかのグラビティスパイクとかの4連フィードのなんか、スーパープレッシュ、まあ、モンタージュじゃないですけど、まあ、フラグムービーみたいなね、やつ見たいですか、皆さん。一応ね、そういうクリップ残してるって、残してるっちゃ残してるんで、作ろうと思えば作れるんで、ちょっと皆さんにね、今回ね、こんな動画のコメント欄にて、そういうね、そういうマシン、スナイパーのクリップはまだないんですけど、全然やってないんでね、AR とか、そのグラビティスパイクとか、SMG とかのクリップの、ちょっとしたね、フラグムービーかミニタージュみたいなのを見たいのであれば、ぜひね、見たいとコメントしていただければ、まあね、そのね、意見が多かったら、ちょっと作ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。いますよ、いますよ、味方やられてるよ、これ。倒していくからの、倒していく。ブロンズストリーク獲得、いいね。さあ、いいよ、ブロンズストリーク欲しかったからね。これファイヤー出していくぞ。燃やさせて、ありがとうございます、ありがとうございます。1燃やしてありがとうございます。さあ、これ、ああ、ちょっと待って俺は燃やしに来たんだ、今日今日俺は燃やしに来たんだが、しかし1キルしか燃やせてないこれまずいですね。後ろ取れてる。 OK、 カットし、ナイス、ありがとう、右だ、いいよ、助かったよ。からのセンター、セントリーが大丈夫か。ナイスカット、あざす。上にいますね。そして大丈夫ですか、大丈夫ですか。いますね、ここ空いてますね。待て待て、1キルカットしていく、2キルカットしていく。ファストマグのリロードの力見せつけて、あー、詰まった辛すぎる。でもさっきの4レフィードなかなかかっこよかったよな、なんか
結構ゴリゴリ押して綺麗なヨネフィードでしたよね。なかなかかっこよかった。すっきりしてますね。ナイスセントリーガン、いいですよ。裏取り、1キルかましていく、2キルかましていく。おっと、リジャック、リジャック、様子を見てしっかり倒していく。そしてこの人の武器を持って、うわっくっそ最後ね、人の武器を拾って綺麗にダブルキルして終わりだったんですけどね、無理でしたね。ということでラスト1キル誰が決めるんだ。ここいるかな、いるか、いる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 、オーケー、ラストキルもらい。ということで今回は75対52で勝利。スコア3135、33キル7です、レシオ 4.71、 4アシスト、綺麗に行きましたね。まあ、序盤はねちょっと下ってしまったんですけど、中盤から終盤にかけて、まあ、中盤でね一気にクワッドフィードを獲得することができて、あそこで一気に流れをガラッと変えて約20点差をつけて勝利。素晴らしいですね。ってことで今回のね、まあ、内容としましては、そのサーマシンガンとか IR とか、そういう、まあ、SR クリッパーにちょっと見応えとしては悪いと思うんですけど、そういうね SMG とか IR とかのクリップのを中心としたそのねフラグムービーかなんかミニタージュか分かんないですけど、そういうのねスーパープレッシュの動画を見たいのであれば、ぜひねコメント欄で見たいと、コメントしていただけたら、まあ、そういう意見がね多かったら本当に作ろうかと思うんで、意見聞かせてください、お願いします。ということでラストね、カスタム紹介して終わりにしたいと思います。本当にね、まあまあまあ、そのベータ版の時とかに撮ったクリップのスパローとかも入れても面白いかなと思うんで、まあまあ、意見が多かったね、何かしら作ろうかと思うんでよろしくお願いしますはい、まああれですね、BO2 みたいに SR でねバコバコ倒していくようなことをするのは来年から始めようかなと思ってるんで、そういうプレイに期待してる方は来年から期待です。ということで今回はレイザーバックにファストマグ、クイック、そしてリースタルガー、セムテックスとコンカッションで、アフターバーナー第6巻で、アンテアップにタキティクラマスク、こちらのカスタムでやってまいりました。てなわけで皆さん意見ぜひ聞かせてください、よろしくお願いします。またね、今回の動画楽しんでいただけたらぜひ高評価ポチッとよろしくお願いします。チャンネル登録も応援コメントもお待ちしておりますので、どちらもよろしくお願いします。ということで失礼します。